ども、関西クラクラクラブのコミーです。さて、本日はですね、ちょっとまた基本的なね、お話をさせてもらいたいなというふうに思ってます。何かというと、主力をそらさない出し方、これですね。で、先日私サイドカットの動画公開をさせていただきましたけども、まあ、そのサイドカットっていうのは当然この主力をそらさないための、一手であることは間違いないですよね。で、そのサイドカットを終えていざ主力を出すとき、ここでも実は1個非常にね重要なポイントがあるんです。で、本日はそれをね、見ていただきたいということで、動画ご覧いただければなというふうに思います。まずは、このアタックちょっとね、ご覧いただきたいなというふうに思うんですが、ニャーさんが攻めてくれてるアタックですね。これどういうふうな格好になっていくかというと、クイヒーを、こちら側にこう歩かせていって、でこの辺をね、カットしていきながら主力をここから、80面からね、この迫撃砲の方面にこう入れて流していくっていう、まあそんなようなね、序盤の入りになっているんですけども、これ、非常にねオーソドックスな序盤の入り方です。なんでかっていうと、入るそのなんていうのかな、序盤のユニットが入るところの施設をあえて残すことによってしっかりねこうユニットがそれないように誘導していく、まあ、これは非常にオーソドックスですね。で、クイヒーが、6時方向に歩いていってますね。でそこにバーバリアンキングを出し、6時に出していって、ここのところを残すんですね。あえてこう残ってますよね今。でその残したところに向けて一気にボーラーを出していくんですね。ちょっと今もうバーバリアンキングが壊した瞬間にボーラーが出てきましたけども、まあ、ボーラーたちはそのまま、突入したいねこのウィズ島とかこの辺っていうのをターゲットにしながらどんどんこう入っていきましたよね。まあ、これが一番基本中の基本です。自分が入らせたいところの施設をあえて残しておいて、そこにね、主力を吸い寄せるようにこう出していく、まあ、これは本当に基本ですね。で、まあ、こうすることによってユニットはしっかりね狙った壁の中に入って、あとはその壁をねうまいことこう利用しながら奥へとこう突き進んでいくというわけなんですけども、まあ、今のニャーさんねちょっと入り何度も言いますけども、このところギリギリねバーバリアンキングが全部こう壊しちゃった瞬間にまあ出しましたけども、まあ、それでも一瞬ねターゲットを、ここのね何だったっけなこれ、エリクサーのポンプかなんかかなにボーラーが、取っていたことが一瞬だけど分かったかなというふうに思います。で、そういうね、どこに向けてユニットを出すのか、そのユニットの向け先っていうのをあえて残しておく、それがね、サイドカットの本当基本中の基本になりますので、今回の動画っていうのはそれを踏まえてね、では他にどういう方法、まあ、気をつけるべきポイントがあるんだろうかというところを、見ていきたいというふうに思います。で、まあ、余談ですけども、このニャーさんのアタックね、最近すごい安定していて、見てください、これ、まあ、最終盤においてもこれだけのユニットが残ってるんですね。グランドウォーデンにライトニングドラゴンにペッカ2体にヒーラーと、まあ、結構な余力ですよね。突入のところがすごくね、ニャーさん安定していて、ユニットがきっちりとね、壁の中に入っていくんで、かなりね、その後の伸びが力押しにはなっているんですけども、その力押しが成功するね、大きな要因、まあ、それがこの序盤の入りにあるというふうに思います。で、もう一本見てもらいたいのはこちらですね。秋風さんのアタックですね。この方もかなりのテクニシャンなんですけども、どうやって入っていくかっていうと、プランニング、いきますね。こっからアーチャークイーン出していくんですね。で、ここにジャンプの呪文を打って、そこに乗せてアーチャークイーンを出していきます。でこっち側は、ライトニングドラゴンではないな、バーバリアンキングかペッカかでカットしていって、主力のペッカとボーラーもこの壁の、ジャンプをかけた壁にこう入れていくんですね。なんですけども、このね入れ方が本当にうまいんですね。ちょっとぜひぜひね、どんな風なところから、まあ、どんなタイミングからペッカとボーラーを主力としてねこうダダッと出していくのか、ぜひここに注目してこの動画見てもらいたいというふうに思います。まずこれはバーバリアンキングでしたね。バーバリアンキングでしっかりと、この、なんていうのかな、7時方面かな、をカットしていきます。で、ボーラーたち、
今出てきたポイント分かりましたかね。こっから出したんですね。こっからでジャンプの呪文はここに出てますよね。で、なんで、この辺からじゃなくてこっちの丸2の方から出したのっていうと、これが大きなポイントなんですね。食い火で完全にここってもう壁の中までカットしてあるじゃないですか。こういう風にしてあるので、こっちから出しちゃうとユニットがこう流れるリスクはあっても、ですね、こっちから出した場合にユニットがこう流れるリスク、これはないですよね。絶対にない。必ずユニットはこっちに流れるんですね。で流れていって、かつここがカットされていれば、流れたユニットはこっちは絶対に行かないですよね。この後必ずこう進みます。わかりますかね。要するに食い火を使ってサイドカットをしていった場合っていうのは、食い火を出したところらへんから、ボーラーとかペッカを出していくと、食い火が歩いてきた方向にはボーラーやペッカそれないので、そのまま壁伝いにどんどんボーラーとペッカがね歩いていきつつ、狙った壁の中に入っていくんですね。このね、出すポイントっていうのをぜひ覚えておいてもらいたいと思います。もう一回言いますけども、例えばジャンプをここに打ちましたよと。でこのジャンプに対して最短距離でこういう風にユニットを出していくっていうのは、これはあまり良くないパターンですね。そうではなくって、ジャンプを打って食い火がここからこう歩いてきている場合には、主力を少し食い火寄りから出してこういう風に歩かせていく、これがベストなんですね。わかりますかね。ちょっと微妙なところなんですけども、まあ、こうすることによって、ユニットたちがね、それる要因っていうのがかなり減ってきますんで、ぜひぜひね、ここっていうのはご理解いただいておくと、のしのしね、いろんな攻め方が安定すると思います。はい、ではですね、もう一つ最後に、ダメ押して一本見てもらいたいというふうに思います。で、まあ、言ってることは変わらないんですが、再度ね、こういうことですよっていうのを念押しの意味で、これもね、ぜひご覧ください。どういうアタックかっていうと、食い火からのネクロバット、まあね、バットスラップですね。で食い火でここら辺をカットした後に、こっち側はもうすでにキングがカットを始めていってくれてますね。ペッカかな、ジャイアントを使ってますね、キングか。で、今ここなんです。ちょっとね、注目してほしいのがここなんですけども、わかりますかね。今突入部ってここですよね、に対してネクロマンサーをこっから出したの分かりますか。要は位置関係が斜めの位置関係になってますね。こういう入り方がこれなんですよね。今突入部がここにあるんで、ついついこっからネクロをこうね出したくなっちゃうところなんですけども、そうするとネクロがこっちにこう逸れちゃう、まあ、要するにこの辺のアチャ島とかエリクサータンクをターゲットにして逸れちゃうリスクがあるので、大五郎さんこれ出すときに完全にこの6時側から出していって斜めにこう入れるような格好を取りましたよね。これが本当に効くんですね。どういう結果になるか見てもらうとこうなります。すべてのネクロマンサーがこの穴の中に入るんですね。誰一人としてこのアチャ島をターゲット取んないんですよね。取らずにしっかり壁の中に入ろうとしていきます。このねやり方が本当にまあ秀逸というかうまいですよね。一体もそれてないじゃないですか。でよくね、1、2台ぐらいそれてもいいだろうっていうことで気にしない方もいると思うんですけども、例えばネクロマンサーとかって1体、まあ、12のコストかかっているわけじゃないですか。ボーラーにしてもまあ1体6ですよね、まあ、3体それたら18のコストを無駄にしちゃう、まあ、ネクロなら2体でも24、これってドラゴン1匹とかペッカ1体に相当するんですよね。コスト的には皆さんこの1体の、ね、ペッカとかドラゴンを積むためにどれだけコストをねウィザード減らしたりとかリスクを取りながらやっているか考えれば、1体2体でもユニットを反らせずに中に入れることの重要性、これは多分もう語らずしてご理解いただけるポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。なので本当にね、今回の動画で強調したいのはサイドカットもちろん重要です。重要なんですけども、サイドカットが終わった後の実際の主力を投入する場所、ここにも
ぜひね気を少し配ってやっていただくと、まあ、これまで以上にユニットが反りにくくなって、全開への道っていうのがね、よりこう太く、きっちりとしたものにねなっていくというふうに思いますので、まあ、今回の動画、まあ、この点に関してねぜひぜひ、ご参考にしてもらえたら、私非常に、幸いでございます。今回ね大五郎さん残念ながらこれはギガテスラ壊しきれず星1だったんですが、まあ、入り方に関しては本当にお見事でしたね。さあというところでね、本日は失礼したいというふうに思いますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひ皆さんカンクラにもね遊びに来てください。では失礼します。バイバイ。